東京都小池さんの定例会見でしたけども、誰でも考えてることを別に発表しなくてもいいですよ。小池さんこんなこと言ってるんですよ。感染の再拡大を最大警戒しなければならない。これ別にね、あなたが言わなくてもみんな思ってますから大丈夫ですよ。こんなことのために時間取らないでもいいです。それよりもね、それよりもですよ、この緊急事態宣言が明けたらお酒の提供どうするのかっていうふうな質問に先に答えないとね。この質問が記者から上がってきたのに、いやそれは後でしてくださいよっていうふうに明言を避けてですね、でどんなことをどんな大事なことを言うのかなと思ったら、感染の再拡大を最大限警戒しなければならないあんまり大事じゃないことを言いたくって、みんなが関心がある大切なことをね後回しにすると、一体何を考えてるんでしょうか。小池さんってずっとこうですよね。全てにおいて明言を避けて、で後出しじゃんけんでね、私こう思ってたんです、私はこうしてたでしょとかね、うん、そんなこと言ってないか、まあ、どっちにしてもこの人がいる限りは東京は修羅場であり地獄でありね、もうとんでもないことになるなと思います。私が思うところ、山本太郎さんが都知事になっていたら東京都民の懐に毎月10万入ってるわけですよ、ね、企業にも支援金がガッポガッポ入ってるわけですよ。で経済活動は止めたにしても誰一人困ることなく、余裕を持ってこの感染拡大を前向きに抑えられていたんじゃないかなと思います。でも小池さん協力金踏み倒してるでしょ、ね、だってなんか4月か5月の協力金の申し込みが6月末から始まるんでしょ。でも飢えちゃうよなんかね、あえてそうしてるんでしょうけどね。だから東京都民を預かっている都知事が東京都民を根絶やしにしようとしているというね、これはだから新しい時代の戦争なんではないかなと思います。小池都知事は他の国からねミサイルが飛んできたりなんだりはしないんですけども、自ら自分たちのこのね都民を一人ずつこうねバンしているというね、そんな怖い流れが見えてくるんですけども、いかがですかね。これで小池都知事は都民の命や生命や財産を救ってると言えるんでしょうか。私はとてもそうは思えないんですけどもね、どうなんでしょうかね。まあ東京にお住まいの方本当に気の毒だなというところもあるし、いやいや小池さんでよかったよっていう方がいたら、まあ、コメントで教えていただきたいかなと思います。うん、ちょっとひどいですね。まあ動画概要欄に、TBS ニュースの小池さんのねこのやり方お話を1分前後にまとめたのがありますので、そちらの方をご覧ください。それでは。